ああ、俺にも特殊能力があればな。どんな特殊能力が欲しいのさ。せやな、自分の胃に手を突っ込める能力が欲しいな。そしたら永遠に食えるわけやからな。食っちゃ捨て、食っちゃ捨てを繰り返して生きていきたい。お前らしいクズで最高な夢だな。逆に安心したぜ。でもな、マジでそんな生活をしてた時代があるって知ってるか。なんやと、この俺を差し置いてそんな贅沢をするなんて許せん。案内せイクマ、その者らをわし自らさばいてくれよ。さばくのはもう無理ってもんさ。なんせ古代ローマの話だからな。しかもそんな裕福な生活をしていたのは上流階級だけで、君のような落ちこぼりでうどんで何の才能も突出した人脈もなければ努力する才能も恵まれていないカスには到底届かない世界さ。うん、俺無能や。でもな、せめて教えてくれ。その時代のこと俺に教えてくれ。歴史上最大の贅沢をしたと言われる古代ローマ貴族。長い歴史の中で植民地を広げ豊かになっていった古代ローマでは、奴隷や庶民が仕事に汗を流す中、豊かさのほとんどがその上流階級の堕落しきった生活を支えるために使われていたそうです。そんな古代ローマ貴族の生活を少し覗いてみましょう。ここがローマの街並みか。やっぱり栄えとんな。ローマ市のことを指すときにパンとサーカスの都って呼ぶときがあるのを知ってるか。知らんけど楽しそうやな。かわいい食パンやジャムパンたちが日の輪とかを無理やりくぐらされとんのか。違うぞ、気持ち悪いなお前。古代ローマ帝国は非常に強い権力を持っていて、俗州から大量のお金と奴隷を絞り取っていたんだ。だからローマの市民は今ではとても考えられないほどの贅沢な暮らしをしていたと言われているのさ。古代ローマって紀元前5、600年とかの国やんな。そこでどんな娯楽があんの？具体的にはコロッセオで行われる剣闘や競馬、演劇だな。こういった贅沢な暮らしっぷりを端的に表したのがパンとサーカスの都という言葉だったのさ。コロッセオは聞いたことがあるで。男と男の血湧き肉踊る夢の舞台やろ。まあそういう見方もあるかもな。殺すように水を張り、本物さながらの海戦を繰り広げたり、猛獣同士、猛獣と剣闘士、剣闘士同士が殺し合う競技も行われ、殺すよ完成のわずか100日で9000頭の猛獣が殺され、3000人の兵士が命を落としたらしいが、それでも夢の舞台か。当たり前や、そんなもん全然怖くないわ。コロッセオで競技に挑む剣闘士の多くは腕っぷし自慢の男たちだが、中には奴隷や罪人、捕虜なども含まれ、殺し合いを強いられることもあったみたいだ。さらには罪人の公開処刑も行われていたらしい。やめてくれ、強がってみたいや。だって男の子だもの。コロッセオは戦争や災害、暴君と呼ばれたネロ皇帝の圧政でたまった古代ローマ市民の鬱憤を晴らすために建てられた巨大娯楽施設です。当時は命がけの剣闘が一番の娯楽だったんですね。ここは？ここはテルマエだ。古代ローマの公衆浴場さ。古代ローマ人の生活を語るにはテルマエの木には語れないんだ。帝都ローマを訪れた外国人になぜ毎日公衆浴場に通うのかを尋ねられた当時のローマ皇帝は、1日に2回行くだけの時間を取れないからだと答えたらしいぜ。1日に2回って日本人でも温泉に行ったって2回目行こうかな、どうしようかなって悩むくらいだぞ。それほど古代ローマの人々は温泉を愛したってことなんだぜ。しかしこれと永遠に食べることができるっていうのは何の意味があるの？ここで古代ローマのフードファイターたちが集いでもするんだ。
ラックホールはお目にかかれるんか。ブラックホールはお目にかかれないが、驚くことがあるぜ。下級愚民であるお前がこの公衆浴場に行くなら何時ぐらいに行くんだ。まあ下級愚民であるこの私は仕事をするのも遅く、帰れるんがだいたい夜やから、夜20時くらいちゃうかなって。こらツッコミが遅えんだよ。古代ローマの多少余裕のある市民なら午前中に全ての仕事を終え、午後からシエスタと呼ばれる船と公衆浴場へ通うことが多かったんだ。ほら、そこでお前みたいな下級愚民がやることってなんだい。なんてことや。今来ておられる方々は全員大金持ちってことですか。ありがとうございます。ありがとうございます。背中なんかしましょうか。大きな背中だ。いやいやいや、私のような小賢しき小物、お気遣いなく。これを私めに。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、見てくれ、クマ。背中流したら、期限切れの移行かかってくれた。チャージの残高は使ってって。優しいなーって、こらーこらーこらー。だから、ツッコミが遅えんだよ。まあ、おおむね間違いじゃないぜ。このテル前で、有力者たちとつながりを作るんだ。そして、ケイナという晩餐会のお誘いが来るのを待つのさ。ついにか、ついに。早行こう。俺も早く白まで食べたい。お前は無理だって、愚民だもの。古代ローマのテルマエの起源は古代ギリシャに端を発しています。古代ギリシャではギムナシオンと呼ばれる運動施設に公衆浴場が併設されていたそうですが、主に泳浴用でした。それを温浴に変え発展させたのが古代ローマです。ローマ以外の帝国各都市にも最低一つは公衆浴場があったそうです。それほどローマ人はお風呂を愛していたのですね。お風呂の英単語であるバースの語源はイギリスのバースという町ですが、当然この町にも古代ローマ時代のテルマエの跡が今でも残っています。ほら、これがお待ちかねの宴会、つまりケーナの様子だよ。なんか思ってる宴会と違うな。じゃあ他のケーナも見てみよう。なんやこいつら、なんでみんなベッドに寝転んでんねん。これがいつも通りのケーナのスタイルだよ。いやいや、こんなん家も服も全部汚れてまうやろ。構わんさ、すべて奴隷の仕事なんだからな。ご飯を食べる時用の使い捨ての服まで用意されていたんだぜ。使い捨ての服って。ああ、ちなみに靴を脱ぐところから服を着替えるところまで全て奴隷がやってくれるからな。貴族は遊びと食事以外ほとんどすることがなかったそうだぜ。何一つためにならん時間や。そうそう、食べ物は手で掴んで食べていたんだが、食べ終わった後は給仕が来て、主人たちの食べ残しを下げ、水桶を持ってきて主人に手を洗わせたんだ。その後布切れで手を拭いていたんだが、この布の服を古代ローマではマッパと言っていた。こういう使い方をしたものがナプキンの前身と言われているぜ。ダメになったか。まあ明日から俺の奴隷にやってくれへん。古代ローマというのはまさに奴隷制で成り立っている国家でした。奴隷制というのは奴隷労働による生産形態が社会に浸透している状態を指します。古代ローマの社会、奴隷が不可欠なものとして本格的に動員が始まるのは紀元前3世紀以降です。戦勝によりイタリア半島の外に領土を広げていく中で、戦争捕虜からなる奴隷が大量に手に入るようになり、奴隷労働が社会の隅々に浸透していったのでした。しかし鶏肉料理がえらい多いな。ローマ人は卵と鶏肉が大好きだったのさ。世界初の養鶏産業が起きたのも古代ローマなんだぜ。おお、じゃあボディービルダーは古代ローマ人に感謝せなあかんな。ちなみに古代ローマの法律によってメスの鶏は生まれて3年間は殺してはいけなかったんだぜ。
それまでは卵を産むからね。その後は殺して食べてもよかったけど、すでに肉が硬くなって食べれたものではなかったそうだぜ。また、若いオスの鶏も刀剣に使用されることから殺すことが禁じられていたんだ。ほう、本当に鶏を大事にしてたよね。いや、最後まで話を聞け。若鶏の柔らかい肉をどうしても食べたかった古代ローマ人はどうしたと思う？法律違反でもせな食われへんやろ。オスでもなくメスでもない鶏を作り出すために去勢をしたんだ。熱した金属棒で若鶏の成熟期を焼いたらしい。これには肉を美味しくする効果もあったらしく、成熟期から放出される性ホルモンは筋肉でのタンパク質の合成を高めて肉を硬くするが、去勢によって性ホルモンが出なくなってしまったために脂肪がつきやすくなり、柔らかくて美味しい肉になったんだそうだぜ。おい、聞くな。巨星は現代でもやってるぞ。なあれは何の肉？あれは山根だぜ。山根？何それ、何の仲間？ネズミ。おい、木の実を大量に食べさせ太らせてから調理していたらしいぞ。主に前菜や蜂蜜とケシの種につけたデザートとして日常的に食されていたらしいぞ。日本で一般的にヤマネと呼ばれるのは、正式には日本ヤマネと呼ばれる品種で、日本だけに生息するヤマネです。森林伐採などで生息地が年々減少しているため、国の天然記念物に指定されている野生動物です。とても可愛いですが、飼育どころか触れることさえ許可されていないことを忘れないでくださいね。ちなみに、古代ローマ人はキリンやフラミンゴも食べていたそうですよ。すごいグルメですよね。こいつらまだやってるよ。一体何時間これって続くんやろうか。始まったのは4時か5時くらいだな。現代人のバイブみたいなもんさ。現代人と一緒にするな。ただのんだくれ集団やないかい。わいえ、ある程度の伝説はあったんだぜ。おい待て、おならにゲップに盛大に出しまくっとるやんけ。どこが礼節やん。おならやゲップを盛大にすることが食事に満足している合図なんだ。しないと逆に失礼だぜ。じゃああれは食べ散らかして皮とか骨とか床に捨ててるやんけ。食べ散らかす方が満足しているように見えるじゃないか。なんて礼儀正しいんだろう。あいつに関しては奴隷に鳥の羽を喉に突っ込ませて飯吐いとるで。ああ、まだ食べたいほど楽しいということだね。彼は最上級のジェントルマンさ。当然のこと、古代ローマの富裕層が全員吐きまくっていたというわけではないようなのですが、古代ローマの医学書には食事を吐き出すことが健康法の一種とみなされていたことを示す記述がいくつか見られ、効果としては月に2度ほど食事を吐き出して体の中をリセットすることで悪いものを溜め込まないようにする、日頃から食べ物を吐き出す癖をつけておくことで不意の毒殺などでも対応できるなどと考えられていたそうです。真似しないようにしましょう。もう限界や。まあかなりのスプラッターシーンの連続だったが、現代にも通じるちゃんとした礼節もあるんだぜ。来てくるものはローマの正装であるのがだ。これは現代のスーツみたいなものって感覚なんか。そうさ、さらには上座や下座といった決まり事もあったんだぜ。いや、こんなもん誰がどこで寝そべってたって変わらんやろが。いや、それがそうでもないんだぜ。左側 L 字のベッドの奥に最上位の有力者が居座るらしい。だからその付近にポジショニングできたら有益な情報やコネクションを持てるのさ。あ、ってことは左側は下座やろ。おめえと、さすが年齢イコール下座歴男。もう否定しない、自分を受け入れる。ケーナには主に2つの目的がありました。1つ目は政治的な影響力を大きくするために選挙の投票権がある市民への人気取り、2つ目は商業上の取引関係をより強くするために。国も時代も違いますが、現代の日本の
撤退とあまり変わりませんね。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。